2022年10月20日、イギリスのウォレス国防大臣がロシア・ウクライナ戦争をめぐる国際情勢の中で、自国空軍の偵察機がロシア空軍の戦闘機からの空対空ミサイルの攻撃にさらされたと公に公表したね。これにより大きな衝撃が世界に走ったよね。しかしウォレス国防大臣はそのロシア空軍の戦闘機による今回のミサイル発射は、ロシア側が明確に攻撃の意図を持って行ったものではなく、一過性の事故だと述べており、ロシア・ウクライナ戦争への直接の参戦は否定した形らしいぜ。そうだね。さて今回は、イギリス空軍の電子偵察機が国際空域において、ロシア軍の戦闘機からの空対空ミサイル攻撃に遭遇したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現のウォレス国防大臣が事故と称した出来事は、2022年9月29日に国会上空の国際空域において正規したもので、イギリス空軍所属の電子偵察機 RC-135VW リベットジョイントに対して行われたものとされているみたいだよ。このイギリス空軍の RC-135VW リベットジョイントは武装を施されていない電子偵察機であり、それに向けてロシア空軍のマルチロール戦闘機であるスホイ27フランカーが空対空ミサイルを発射したという異常事態であるんだって。発生後に当然のことだが事態を重く見たイギリス政府側は、ロシアのショイグ国防大臣に外交ルートを通じて抗議し、これに対してロシア側が事実関係を調査した後、空対空ミサイルの発射は誤作動によるものと回答したというらしいな。空対空ミサイル発射は誤作動だったんだね。ロシア側の内部調査の結果報告を受けてのウォレス国防大臣の会見とはいえ、発生からはおよそ3週間もの期間が経過した後の発表であり、イギリスひいては NATO がロシアとの戦闘状態に発展する恐れもあったことを念頭に置いた対応に見えるよね。こうしたイギリス側のウォレス国防大臣の発言、つまりはロシア側の内部調査によって判明したとされる、故意ではなく誤作動によって空対空ミサイルの発射が引き起こされたという、今回の一件の原因を額面通りに受け取る向きは少ないだろうな。この一件を耳にした日本を含む多くの西側諸国の一般的な解釈は、2022年8月下旬以降、ウクライナ軍の反攻作戦によって地上戦で苦戦の伝えられるロシア側が、それを情報収集で裏から支えるイギリスに意趣返しをした行為に移るのが正直な感想だと思うよ。日本の自衛隊が韓国軍や中国軍から火器管制レーダーの照射を受けた事案でも、現代においてそうした行為を行うことは攻撃を行う前段階だとして、極めて危険な行為だとみなされているけど、それどころか空対空ミサイルを実際に発射しているんだからね。本来ロシア側が再三にわたってプロパガンダで主張してきたように、アメリカや NATO 側が、ロシアを攻撃する直接の口実を必要だと考えていたとすれば、これほど明確な攻撃はなかったとすら思え、その主張が誤っていたことの証左に思えるな。ロシアによる一方的な軍事侵攻を受けたウクライナにとってみれば、アメリカや NATO は自国に兵器供与を行ってくれる貴重な存在とはいえ、やはりロシアが核兵器を保有していることから、直接の関わりを避けたと映ったのではないだろうかとなっているよ。今更ではあるが2003年のイラク戦争の開戦に際しては、アメリカとイギリスは国連の承認を得ていない段階で、イラクが大量破壊兵器を保有しているという口実で先制攻撃に及んでおり、こうした過去を思い起こしてもご都合主義感は拭えないな。イラク戦争時にはフランスやドイツは、アメリカやイギリスの先制攻撃に否定的な態度を示し、結果的にはそれは正しかったけど、今のロシア・ウクライナ戦争初期においては、ロシアに擁護的な姿勢を見せていたことも見逃せないんだって。ここにおいてはウクライナから見ればフランスやドイツの態度は容認できず、アメリカやイギリスのように当初から積極的に兵器支援を決断してくれた国々の方が当然ありがたく、それなくしては早期に敗戦していた可能性もあっただろうね。そのようなことは現在のロシア・ウクライナ戦争をめぐる世界情勢上からはありえない過程ではあるが、もし仮に中国がウクライナに大量の兵器供与を行うとすれば、それでもウクライナはその話に前向きに飛びつくことは間違いないと思われるぜ。個人的にはそのために中国が国際的な影響力を高める動きに出ることを妨げること、そこが日本の安全保障環境の強化にもつながると思えて、その意味からもウクライナへの支援を積極的に支持する政治的な姿勢を崩してはならないと感じるな。さて今回の一件の対象となったイギリス空軍の電子偵察機 RC-135VW リベットジョイントだけど、この経緯を踏まえて単独で飛行する運用は改められて、今現在ではユーロファイタータイフーン戦闘機2機が随伴する形となっているというらしいよ。RC-135VW リベットジョイントは、アメリカ空軍が採用しているボーイング社製の輸送機、K-135 ストラトリフター及び空中給油機の KC-135 ストラトタンカーを土台にして、信号情報を収集する専用機として開発された機体であるみたい。
アメリカ空軍では輸送機系135ストラトリフターは1960年代、空中給油機系 C135 ストラトタンカーは、1950年代から運用が開始された古い機体だが、電子偵察機となったのは RC-135AB が始まりで、これは1964年に登場しているぜ。RC-135 系統の機体はアメリカ空軍でもその用途上希少な航空機であり、RC-135S コブラホールが3機、RC-135U コンバットセントが2機、RC-135VVW リベットジョイントが17機ほどと全体数でもわずか22機ほどが運用されているに過ぎないんだって。そうなんだ。途上希少な航空機だから全体数でも22機ほどしか運用されていないんだね。RC-135S コブラホールは敵の弾道弾に向けた光学及び電子情報収集用の専用の機体であり、C-135U コンバットセントと RC-135VVW リベットジョイントとは、信号情報の収集用の機体であるとこれまでのところは分類されているよ。イギリス空軍では、この電子偵察機 RC-135VVW リベットジョイントを2014年5月に3機アメリカから調達しており、3機の総額で調達コストは10億ドルとされていて、今の日本円換算なら1477億円と1機あたりは500億円にほど近い高額な機体であるみたいだよ。アメリカ空軍は電子偵察機 RC-135VVW リベットジョイントを用いて、当時の旧ソ連時代にソ連軍が行っていた ICBM 大陸間弾道弾や、SLBM 潜水艦発射型弾道弾のテストを監視し、そのデータ収集を行ったと言われているぜ。RC-135VVW リベットジョイントは全長が 41.53 メートル、全幅が 39.88 メートル、全高が 12.70 メートルの大きさで、最高速度は 933km、航続距離は 5550km で、操縦士を含む27名の搭乗員で運用される機体であるらしい。ロシアウクライナ戦争ではウクライナ側が用いて効果を上げた兵器がこれまでも数多く報道されていて、海戦壁等には無人航空機バイラクタル TB2、個人携帯型のロケット兵器 FGM-148 ジャベリン等が連日取り上げられたんだって。最近では高機動ロケット砲システムのハイマースが、ロシア軍の後方の兵站拠点等の攻撃に効果を発揮しているとされているが、そうした兵器の運用に必須となっているのが攻撃目標を正確に把握する情報収集力となっているな。こうした攻撃に必要な情報をウクライナ軍に提供しているアメリカや、NATO の重要な構成要素の一つが、今回の RC-135VVW リベットジョイントであり、早期警戒管制機や無人偵察機と並んで戦場の認識力を引き上げている要と見られているよ。ロシア軍は最近では通常戦力でウクライナ軍を退ける攻撃が困難と判断したゆえか、発電施設等をイランから調達した自爆型の無人機で攻撃する戦術に出ているけど、エルソン市の奪還が現実となればさらなる無差別攻撃が危惧されるだろうとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。